前回のドズクラ、ネザーに秘密基地を作ろう。エンチャントテーブルをネザーに設置し、超便利になった。ブレイズスポナーの湧き潰しも終わり、鉄道の平和が守られた。どうも、ドーゼルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、どうもです。ということで、本日もこちらドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。ということで、はい、ボンさんどうしたんですか？オープニングから下半身丸出しであのズボンだけなかったズボンだけなかったえ、ちょっと捕まりますよ。やめてやめて、警察来ました。警察、これ警察危ない。逃げボンさん、ちょっとちゃんと下半身履いてください、はい、ズボン。すいません、すいません、ということで、今日もね、こちらあの元気に動いております。線路マシーン線路マシーンいや、動かせすぎでしょ、これ。今日も10分間これをね、見る動画をお送りしていきたいと思います。嘘でしょ、そういう動画だったんですか？ ASMR ですよ、はい、線路 ASMR をお送りしていきたいと思うんですけど、はい、あの本当のところを言うと、動画外ではうるさいから切ってます、はい、まあそうでしょうね。え、そうです、ずっとやったらもう、さすがに、やばい、もう線路さすがにもう溢れちゃうから。ということで、今日は、はい、ちょっと何をやっていこうか考えたんですけれども、うん、そろそろね、僕たち、自分たちの仕事を減らさないといけない。ほうほうほう。もう AI に任せよ、働くのをやめようと。働くのやめよう。お、いいですね、いいですね、それ乗った、乗った。乗った。僕たちがやっぱりね、動画外で一番時間を使ってることは、うん、まず鉄を増やすことね、鉄を掘りに行く。鉄掘りに行くと、はい、地下に鉄を掘りに行くのと、はい、あとこいつですよ。木ね。木、まだ僕たち自分で植えて自分たちで切ってるじゃないですか。そう、ちょこ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 ね、うん、これをね、もうちょっと自動でやっちゃおうかなと。え、木を、木を切ることを。いやもうね、いや木を、うん、育てるのを、育てるの完全に自動化しちゃおうかなと。へえ。というところで、今日は原木製造機でございます。よいしょー。今までこう植えてね、待って、うん、植えて待って、そう、切る、その繰り返しでしたね。待って切るじゃん。そうもう待たなくて、一瞬で原木が大量に手に入る装置を今日は作っていきたい。できんの、そんなの。今までで一番巨大装置になるので。巨大装置、もうちょっとね、覚悟しておいてください、はい、ボンさん、お願いします、はい。今回はですね、このピストンを大量に使うので、うん、石をね、石を大量にと、あとピストン何が必要だ、鉄と、あ、これでいけるか。あ、木が必要なのか。当たり前だ。木が必要ですね。こっちは木を大量にセットいたしまして。木が必要。おお、何個、え、そんなに、そんなに。何個だったっけ。え、わかんない。わかんないぐらい必要なの。そんなことある。わかんないぐらいピストンが必要なの。下調べしてきたんです。今回は、ピストンを、なんと、65個作っていきます。65個ごめんなさい。僕、想像の、はい、もう倍以上、倍とかです、10倍とかです。え、いや、ちょっと65ピストン、65ピストン作っていいから。65ピストンちょっと待って、もうそんなにピストンいる、はい、黙って見といてください。分かりました。65ピストンがね、ひたすら生産される様をね。 OK でございます。65ピストンで言いました。これで、65ピストン、完成でございます、はい。あとはね、レッドストーンの、装置のレッドストーンはたくさんあるでしょ、うん。リピーター13個。お、リピーターも結構揺れますな。あと粘着ピストンが1個いる。粘着ピストンがいるから、1個作って、スライムボール。はい、粘着ピストンを。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。もう手慣れたボスの粘着は。いや、もうこれはね、チャンク TV がなくなった今でも、はい、スライムボールちゃんと集めてますから。はい。あ、なくなっちゃったんだ、やっぱり。最終回だったんだ。最終回になっちゃいました。はい。あとはリピーターを、13個ですね。13リピーター。13リピーターを、おいしょ。おいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。13リピーターと、あとオブザーバーを。オブザーバー、え、なんすかそれ。オブザーバーを2個。オブザーバー、え、なんすかそれ。あとディスペンサー。あ、これは、これは。え、ディスペンサー、これは。いや、もうやり続けて飽きられるよ。ディスペンサーを1個。ディスペンサー。あとはみんな大好きホッパーを、作りまして、あとレバーかな。レバーを、これ逆か。
リーパーを1個作って完成でございます。 OK! ありがとうございます。 OK! こんな感じで、リピーター大量とディスペンサーオブザーバー2個、さらにはピストンが65個に、粘着ピストン1個、まあその他もろもろと、いう感じで用意いたしまして、ちょっと原木製造機を作っていくんですけど、はい、今回装置めっちゃでかいんで、ちょ村の中に作っちゃうとね、でかすぎてはみ出ちゃう可能性があるので。そんなにでかいの？そんなに？え？はみ出るぐらいで。もう今回は今まで一番巨大な装置を作っていきますゆえ、これでもね足りるのかなっていうぐらい今回巨大ですから。はい、じゃあちょっと実際作っていきたいと思います。お願いします。まずね、ピストンを、5個置いていきますよ。チョンチョンチョンと縦に5個、はい、ほいほいほい、縦に5個作ってって、でここにディスペンサーを設置します。今回はここにこのところにあの木をね植えていくんですけれども、はいはい、この木を、植えた瞬間にこのディスペンサーから骨粉を出して育てたら、こっちまで上まで来たらポンと、1個ずらして、ここに原木がずらーっと、ね、並ぶようなそんな装置を作っていきます。ここに来たら、はい、骨粉がバーってなって、はい、でかくなってこっち側にどん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 押し出されていくみたいな。なるほどなるほど。そんな仕組みをね作っていきますね。おい、今回オブザーバーを使っていきます。オブザーバー向きが、あ、全然違うわオブザーバー向きがね大事なんですけども、ね、これどっちから置けばいいんだ、こうと、うん、今回オブザーバーがこんな感じで、うん、向かい合わせというか、そう、矢印が外に向くように、はい、これチカ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 ずっとしてるの、これで合ってるのかな、あ、すごい、あ、これで言ってる言ってる言ってる、カンカン言ってる。これね、多分この中に物を入れるとここからパパパパパパパっていろいろ出てくると思う。例えば卵を入れてみるとここから卵が永遠に出てくるみたいな。なるほどなるほどなるほど。多分オブザーバーが信号を送り合って、でそれがここでオンになって、ずっとオンオフが繰り返されているという状況だと思います。はい、で今度裏に回って、うん、一番下にこうで、さらに4つ目にこうかな、さらにさらに、3つ目にこうやって2段置いて、ここを壊すと、おいしょ、ほうほう、斜めにこんな感じでこの形を作りまして、はい、あとはレッドストーン様のお出ましですね。レッドストーンがね結構仕組みがまだ僕完璧に理解できてなくて、おいしょおいしょ、レッドストーントーチ、あ、行きましたね。あ、ほんと4ついった。全部オンにするためにもう1個目はこれ普通に、おいしょ、ここにレッドストーンを置いてあげると、オッケー。おお、つながった。これで、全部5個ね、おいしょ、オンになってる状態かなと思います。で、これ、はい、ここにまだ木が育ってないときはこれが引っ込んでる状態で、うん、木が育ったらオンになるっていう仕組みを今から作っていきますね。そんなんだ。そんな感じ。じゃあこっちから、回線をですね、こんな感じで伸ばしていきます。おいしょ、おいしょ。ぐるっと回って、じゃこっちから、さっき言ったこの育ったらオンになる仕組みっていうのを作っていくんですけれども、うん、この上に石置いてこんな感じでこうちょっと階段になるような感じで設置してあげて、でさらにこんな感じで1個浮いてる感じの、何でもいいです。ここは丸石じゃなくても何でもいいんで石を置いてあげます。4段目浮かせてるんですね。4段目浮かせてます、うん、でこんな感じで、そしたらほら引っ込んだ。お、ここがオンになってると引っ込んで、はい、これが例えばオフになってると出るよっていう、こんな仕組みができてきますね。 OK、 なんかちゃんとできてる、ちゃんとできてる、ほんとだちゃんとできてるでしょ。でここをさらに、仕組みを作ってあげるためにこんな感じで1個段を作ってあげて、この石の上に高いと作るのが大変だね。大変ですねこれね。おいしょ、ほいほい、こんな感じで、ここにね用意いたしましたレッド、ストーンリピーターかな、リピーターの方を置いていきます。こんな感じ、あ、違う、向きがこうかな、よいしょ、ほう、でこれで、こっちの一方方向に信号が行くようになりまして、でさらに、石を用意してじゃんじゃんじゃんと用意いたしまして、階段作ろう、よいしょ、で、はい、ここにストーン、ここにトーチという感じで作ります。こうするとん、どうなるのこれ、どうなるんだろうこうすると、はい、ちょっと一応やってみるよ、こうやって育つ、おーおーおー、なんだなんだ、何が起きた今、
今僕が木だと思ってください。はい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 、すごくないこれ。何今何今。すごくないすごくない。ちょっと待って、ちゃんとできたもん。感動してしまった。何今の。仕組みが、あ、分かった分かった、仕組み分かった。レッドストーンって、うん、多分ここの上にストーンが来た時にこれがオンになってこういくんだ、繋がるんだ、繋がる、そこで繋がるってことか。僕木ですよ、はいはい、育ってます、はい、育ってます育ってます、ここまで育つと繋がって、なるほど、押されると完璧だわ。はいはいはい、はい、今日の動画これだけでも撮れ高バッチリまでえ早くない早くないさすがに。いやいや、もうこれだけでもう十分ね。あのみんなもう拍手喝采ですよ。でも意味は分かりました、その。よくやったっつって。どうするよくやったぞ。すげえっつって。すげえ。どうするなんでしょ、え、なんでしょ。目が超えてんな、やっぱりな。目が超えてる最近の視聴者さんは。で次は、はい、ピストンを置いていく作業です。こっから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、このピストンかける5でございます、うん、これね、なんで12かっていうと、うん、マックス12マスまでこれが押し出せるんですって。パワーが、そう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 、だからパワーがあるから、だから12マスマックスまで押し出されるようにこれかける5をしていきます。見てボンさん、はい、両手持ちのピストンそんな人おる？もうピストンを極めし男、ピストンを極めし男、両手持ちの両手持ちおる？そんな人オッケー、いい感じ。これで一旦全面ピストンになりましたかね。なったはずです。うわーすげー、ピストンの壁ですわ。えぐえぐえぐ、いややだ、怖い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 、えぐ、これ今までこんなピストン作ったことない。うわーうわー、これえぐ、もうこれだけで、うん、あのサムネにしたらもうこれで完成ですわこれすごい、え、壮観だなこれ。壮観でしょ、うん、じゃあ一旦寝ますか。一旦寝ます。おはようございます。おはようございます。それでは2日目の作業に移る職人の朝は早い。確かに、え、なんすか職人っぽいってやってることはでしょでしょ、なんかいい感じに作れてるでしょ。これ今後ろの回路を作ろうとして、後ろのこの、これも簡単ですもん、はい、こうやってもう並べて、トーチをまずはこんな感じで、一番下の段作るでしょ。ほんと一番下だけ出っ張ってきた。はい、ただこのトーチの性質上ね、交互にしないといけないので、そうなんだ、今度はこうやって、よいしょ、こうしちゃいますね。これすると何が起きてるかっていうと、今2段目もいってますかね。2段目もいってます、いってます、ね、これ上に炙られて、これがオンになってるから、これがオンになってる。なる、炙られてる分だ、これ炙られてる分、炙り、ね、炙りですよ、炙り、ね、みんな大好き炙り分。これで全部いってるかな。全部来てます、全部来て、見て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 、おいしょ、あー、いいですね、すごい。今これ全部手前に出てる状態で、こっからだと分かりにくいけど、こんな感じで1個押されてる状態です。で、これはどういう装置かっていうと、ここまで来た時に、木がここまで来た時に一列手前にガシャコンってする機械なんで、押し出すんだ。そうだから、さっきはここが育ったらこっちに押すっていう装置を作ったじゃないですか、はいはいはい、こっちに押されてって、これがどん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 押されてって、ここまで来たらこれが手前にガシャコンってなる。で隙間が空いて、次に、そう、次の列、次の列に行くっていう回路を今から作っていきますね。じゃあさらにここの後ろですな、ここにレッドストーンリピーターを置いていきます。 OK、 レッドストーンリピーターをこんな感じで、はい、全部こっち方向に置いて、さらにレッドストーンでここをもう一気につなげていきます。こんな感じにしてあげてと。おお、一気にここに入るとスイッチが一気に変わると、逆転するっていう状況ですね。なるほどなるほど、これを作ってあげました。でさらにこれか、ここにストーンを置いて、何でもいいです、ここはね、うん、一旦で、レッドストーントーチをここに置くのかな。そうすると、ここに信号が入るとこれがオフになって、切り替えるみたいな回路になっていきます。だからここをつなげてあげて、 IC に信号いくような、そうで、例えばここまで信号が来ると、おお、あ、そうか、そういうこと、あ、はいはいはい、こういうこと、上になんか物が来ると繋がって、そう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 、ここまで来ると
繋がってこれが一瞬オンになると。なるほど。押し出されたらオフになるよっていうそういう仕組みができました。すげー。これでいったんじゃないか。いった。これでえこれでいった、はい、簡単じゃない。仕組みとしてはここからコップがひたすら出ます、うん、ここにねあの苗木を植えます。そうするとププ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 プって上まで育って、でそれを感知したやつがこっちに1段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 とわーっといって、それがわーっと手前に押し出されていくと。まあ仕組みとしてはわー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 でしたけど、仕組みとしてはそういうことだ。そういうことですよね。あとはこれがうまく働いてくれるか、そこが一番問題です。どうかな。小技テクとしてここにおいしょホッパーを置いてあげて、このホッパーの中に、コップを入れてあげるとセットできるコップの量が増えます。ちなみにこれおお、コップめっちゃ出てる。コップ出てるって勘違いするかもしれませんが、もったいないもったいない、何も出てはないです。え、出てないの？減ってないんで大丈夫。増えて上から落ちてきてるだけで、これ物がないとコップは出ないので安心してください。消費されないんだ、はい、無駄遣いはな。出てるふりなんだこれ。出てるふり、出てる空気、空気かあれ空気、これなんか出てるじゃん出てるじゃん、出てるじゃん。これがもうずっとカチカチ鳴ってるじゃないですか、はい、これがちょっとうるさいので、これが気になる人に関してはやっぱね、動画勢の私たちからするとねカチカチくんが気になっちゃうので、粘着のとこにこう置いてレバーを置いてあれあれ何も起きない微動だにしません。なんかあ、分かった分かった、はいはい、これをオンにすればいいんだ。おお、こっち来たよ。普段はこうなってんのか。あ、そういうことか。そういうことそういうこと。そういうことです。ちょっと想像違いましたね。オンにすると、そう、そう。ああ、そういうことね。そういうことが理解できる。それがスイッチみたいな感じになるんですね。これがスイッチになって、カチカチくん、オン、オフみたいな感じで、粘着ピストンだとこれがひっついていくからだ。いや、まあ、作ってるうちにね、分かることもあるんだよ。さあ、ということで、じゃあ、ボンさん、はい、ここに立ってください。ボンさんがここに立ったらコップンがいって、ボンさんがどんどん成長してブーンつってなるよ。なるかい、なるかい。コップンって育ってるわけということで完成でございます。ありがとうございます。じゃあちょっと明日実機稼働するとして、とりあえず寝ましょう。今日はおはようございま す。じゃあ今日はみんな大好き実際にやってみるのコーナーでございます。いやー、うまく動くといいですけどね。いや、それなんですよ。それがちょっとね、正直不安。今回コップン神殿から全てのコップンをね、この僕たちのコップン神殿、もう今ストックゼロでしょ。うわー、今までためにためたコップンがこのコップン製造機を皆さんぜひね、作り方見てない方は見てほしいんですけれども、はい、いくよいくよ。じゃあ僕がオンしますか、こっちレバーで。あ、そっか、オンしてください、はい、じゃあよろしければお願いします。いきます。スイッチオン。これでコップンが出続ける仕組みできてますね。いきます。はい。ああ、間違えた。あ、そうだ、キラキラしてる、キラキラしてる、キラキラしてるよ、キラキラしてるよ。大きくなるか。え、全然大きくならないんだけど。すんげえキラキラしてるよ。これコップンが無限に使われてる。え、大丈夫大丈夫大丈夫。トロロンと使われてる使われてる使われてる。大きくなんない大きくなんない。なんでなんで。ちょ、一旦って言った、一旦って言った。コップンを無駄にしたボンさん。え、何がちょっと一旦オフね、オフね、オフね。オッケー。何がダメだったんだ。苗木種類あるとか。あ、そういうこと。分かんない。多くじゃないとダメ。多くって書いてあるな、これは。多くじゃ。多くに興奮するのやめてください。じゃあボンジュール研究員。じゃあスイッチをオンにしてください。入れていきます。お願いします。博士いきます。お願いします。今回は。オークで、はい、オークで実験します。お願いします。スイッチオン。ほら、でかくなれでかくなれ、頼む。あれ、なんででかくなんないの。キラキラになってるのに。キラキラ。おー、びっくりした。いくよ。いけ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 。でかっ、え、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 でかすぎ、でかすぎん、でかすぎん、でかすぎん、これちょっと待って、ちょっと待って、でかっ。あー、おーおーおー、すげえ。やばい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 。いけいけいけ、ここがすごいことになってる。あ、コップンがまさか切れた、なくなった。コップン、コップン無限にいるじゃんこれ。今までコップンに不足ったことないのに。コップン不足がなかった今まで。コップン不足になったことないのに。まあでもこれでここまでいったら、これがガシャコンつって手前に来るよっていう、そういうことでございますね、はい、理論上完成でございます。すごいな、にしてもえぐい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 。
いい感じですね。でもいい感じいい感じ、装置としては出来上がったし、なんか木と一体化して超かっこいい感じになった。で、はい、これでもう苗を植えまくったら、まあ、理論上バコってでかくなってガーッといくんで、最終的にはもうエンチャントした斧とかで一気にバーッと切っちゃえば、オークが大量にゲットできる。なるほどです。これ貯めとくわけですね、原木を。そういうことそういうこと。あ、じゃああれですな、骨粉もう改良が必要かもしれない。骨粉神殿、骨粉神殿、骨粉神殿貝がここに来て必要になってくるかもしれない。だからここのスペースがもう不要になるから。あ、もう開けるんだ。じゃあそうそうそう、だからここのスペース分なんかまた新しい装置を作ってもいいかもしれないですね。はい、それこそ骨粉神殿広くするとか、拡張、コップ神殿拡張、コップ神殿。あれだって装置としてはサボテンをね植えれば植えるだけ大きくなってコップが、ね、できますね、はい、製造の速さが変わるんで、ちょっとまあ回、まあ、今回の、コメントでね、コップもっと欲しいですコップ動画、そうコップ動画欲しいですっていう人が多ければいる、これをちょっと拡張する動画もね、もしかしたら撮っていくかもしれません。はい、はい、ということで本日の動画は原木製造機を作っていたんですけど、まあ物はできたけど想像通りにはならなかった。ならなかった。ちょっと骨粉があんなに必要だとは。確かにあんなに必要なの本当に。びっくりするぐらい骨粉が必要だったな。うん、あ、まあでも実際、はい、今こう記事を読んだら、うん、28スタック分の骨粉を使って、380個の原木ができたと。28スタック分 28×64 の骨粉を使ってみたいな。そんなに骨粉いるんだ。そうそうそう。でだから骨粉がね、モーさん、はい、農林水産省としては骨粉の製造が急務ですよ。わかりました、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日のドズボンマインクラフト実況はこんな感じで終わりたいと思いますが、毎日更新でね、お送りしておりますので、ぜひとも明日の動画も、見てない方は見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。次回コップンやるのかな。